丸野勝虎は、地方競馬の名古屋競馬場総地学厩舎所属の騎手である。1992年4月20日に初騎乗となる名古屋競馬場で行われた第8競走では、ブルーレッツに騎乗し5着だった。4月23日に名古屋競馬場で行われた第5競走をラフェスタで優勝し、4戦目で初勝利を挙げる。1996年4月10日に中央競馬初騎乗となったテレビ、愛知オープンでは、名古屋所属のレッドアゲインに騎乗し、13番人気で15着だった。2002年9月30日に地方競馬通算500勝達成。2003年5月25日に行われた東海ステークスをゴールドプルーフに騎乗して制し、中央競馬初勝利及び JRA 重賞初勝利を挙げた。2007年5月1日に地方通算1000勝達成。同年9月23日から11月30日までマカオに海外遠征した。同年9月30日にマカオでの初騎乗。同年11月2日にマカオでの初勝利を挙げた。2009年7月10日、第7回名古屋競馬6日目第10競走第13回名、港盃をカモンレーチャで優勝し、地方競馬通算1200勝達成。ありがとうございます。